さんとしては結構知ってるかな。割と簡単だ。簡単に。まあ、まあ、まあ、別に喋らなくても喋らなくても。はい。じゃあ行くよ。ブーバロー、夜なんです。はい、どうもこんばんは、ブンバでーす。ブンバの夜なんです。始まりました。はい、今日は僕ブンバのボーカルとギターやってますゆういちとベースのひゆうの2人でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎週月曜日夜の10時から11時の間 FM ギノワンで毎週やってます。よろしくお願いします。はい。僕ね、そうそう、あ、まずお便りとかの紹介からしてもらっていい？お便りとかの紹介あのメールも、あのメッセージも受け付けてますっていつものやつ。あ、いつものやつ。あ、いいか、うん、やってもらっていいか。俺、うん、じゃあできないから、いつもお前がやってるでしょ。あ、じゃあお便りをね急にだねあのお便りも募集してますので、どしどし。あのね、メールからだと、FM ギノワン、あ、797@fmginowan.com、はい、797@fmginowan.com で、あとツイッキャスト、ユーストリームでも、はい、放送してます。こちらは、ユーストリームとツイキャスの方は、ネットで、FM ギノワンって調べていただきますと、そこから、ライブで見れますので、そこからもコメントいただけますし、先ほど言ったメール 797@fmginowan.com からでもぜひぜひね、コメント募集してますので、はい、本日も1時間楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕ね、うん、そう、ハワイに行ってきました。おかえり。シニアロハ。昨日っていうか、もう日付的には今日帰ってきた。アロハーって感じ。そう。マハローって感じ。テンションやばくない？最高。ちょっとまだ会ったばっかりだから、このテンション高いのに気づいてなかった。気づいてなかった、うん。出してたんだけどね、ハワイ感。すごいな。最高って。もう羨ましさしかない。お前電話くれたし。うん。楽しかったよ。LINE って便利だね。ハワイとでも電話できるんだよね。でも Wi-Fi ないとね、あ、もう Wi-Fi がなんか、うん、俺知らん、iPhone がさ、ね、うん、上等。なんかちゃんといろいろかけてるのか分からんけど、うん、なんか全部さ、どの Wi-Fi つないでも、うん、あなたの個人情報が盗まれてる可能性がありますって書かれててから、マジまともに LINE できんかったくさ。だからまともに LINE できる Wi-Fi 探してから、やっと連絡できた。 Wi-Fi ごとで変わるんだ。そう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 。まあそんなのあって、うん、面白かったよ。なんか行ってきたのが、うん、オアフ島ってところと、オアフ島、ワイキキビーチがある。あ、あとダイヤモンドヘッドとかメインの島みたいな感じ。そう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 、あっちもすごいなんか楽しかったんだけど、いい、あっちはね、なんか、うん、思ったよりなんかハワイっていう感じじゃなくて、え、あれ、あのパンフレットとかで、でっかいでっかいハワイの景色みたいなのがある島でしょ。そんな感じなんだけど、うん、なんていうのかな、まあ一応そんな感じ、本当にそんな感じなんだけど、人が多くてから、うんうん、であとお土産屋さんとかお店いっぱいあって、うんうんうん、なんか感じで言うとなんかさ、沖縄のなんか砂場みたいな感じっていうのかな、チャタンっぽい感じなんかだからすごい、あ、なんか見たことあるような感じで、うん、あ、こんな感じなんだみたいな感じで、も、まあ、観光地って感じではなかったの？あ、観光地よ、がっつり。あ、観光地。あ、なんか例えばエルビス・プレスリー、わかる？あ、まあ名前は、うん、プレスリーは分かった方がいいんだけどあのじゃあプレスリーとかのなんかモノマネショーとかやってたりとか、うん、なんかハワイアンのショーとかあちこちでやってたりとか、うん、でだから普通にみんなウクレレ持って歌歌ってたりとか、すごい面白い街だった。いいな。でなんかそこもすごい良かったんだけど、うん、俺が一番楽しかったのがハワイ島ってとこ行ってきて、うん、これが別なんだ。そうそう、キラウエア火山ってわかる？あのなんかもう本当に地面からマグマ出てるような。そう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 。で俺はなんていうかな、うん、よくさ、あの
隕石落ちた後のクレーターみたいな穴とかあるさ、ああいうなんときあれが君の名はみたいな感じ、君の名は見たことがないから、ああごめんごめん悪かった、はい、そこは俺のあれだな、はい、でなんかそんな感じで、うん、なんかそこからガス出てるふわーずーっと、あ地面から、地面からずっとガス出てる、はあ、このなんか目の前から、そう目の前、すげえ、まあでも遠いけどね、まあ、うん、なんか2、3キロ先からパッて見るしかできないんだけど、めっちゃ遠いの、うん、すごかったよ、まあまあ、でそんな感じで、うん、すごい楽しかった、であと星空も見に行ってから、スバル天体観測所っていうのがあったから、うん、よくほら世界であの星とか見る、うん、ところが有名なところがあって、そこから、うん、あのそこも見たんだけど、すごいそこも楽しくていいな、よかった、全然俺ハワイ情報持ってなかったわ、なんかどこかどこがどこか全然わからんかった、聞いてもまあまあね、なんか言っちゃったから、そこのコナって場所に行って、ずっともう、うん、なんかなんだろう、名護みたいな感じで、ちょっと、ね、空気がゆっくり流れてるような、すごいいい街にも行ってきて、でなんかそのハワイのせいオアフ島のところだったんだけど、地元の人とも交流したりとか、あお前英語喋れるもんな、まあでもマハローしか言ってなかった、マハローアロハしか言ってなかった、意味はいやそれ交流になってるわあ違う違う違う、なんか違う違う、そういうのってだからその一緒に行ったツアーの人の、うんうん、あツアーに組み込まれてるんですか、そうそう、交流会、交流じゃない、その人が、うんうん、そこに一緒に行った人が、うん、なんかうちなんち大会でもともと知り合った人、うん、で知り合った人っていうか、うん、家系図を調べるとその人親戚ってことが分かってから、うん、白人だからもう全然沖縄の地とか言ってないんだけど、うん、でなんそこで三振の勉強してるみたいな、だからハワイで、ハワイで三振の先生してるわけさ、死に方言うまいっていうか歌の方言が超上手い人いて、だからああいろなんか何あんな遠いところでも人って繋がってんだなって思って、すげえ面白かったです、運命、運命だった、でいいの、ね、魔法のような感じだったよ、俺今でも聞いた感じもう名護とかチャタンみたいな感じっていうイメージなの、ハワイ確かに、ね、マハロとアロハマハロとアロハと名護と砂辺ってそれ以外ちょっとそう、まあ、イメージができなかったあんまり、ちょっとまあまあまあそんな感じで、いいの俺も行きたいから調べとく、うん、一緒に今度行こうまた、まあ、そんなそんななんか今度ご飯食いに行こうみたいなノリで言うの行きたい簡単に10万貯めていこう、めっちゃ行きたい、うん、まあまあそんな感じで、ちょっとそういう流れからちょっとじゃあ一曲流して、はい、今日も始めていきましょう、そうハワイ系、ハワイ系、ほうほう、じゃあ聴いてください、ハワイアン6でマジック、この後 CM 会話よ超ウケるなマジで、みたいな感じで全然イメージできなかった、温度差がやばい、温度差何とって言われても俺がそうなんだ、アローハーとも完全浮かれてましたねなんかいやしゃあない、これしゃあないぜなんか僕だからあっちで完全浮かれてサングなんかすごい悪趣味なサングラス買ってつけて、なんかアロハみたいなやつ書かれてるやつ T シャツやで買ってきてから着て楽しかったんだな、楽しかったですよ、ほんと、え、今日帰ってきたって、いや、昨日帰ってきて、あ、昨日か、日付的にはどうなんですかね、一応昨日の夜10時くらいに帰ってきて、あ、そうか、そうか、いやずいぶん長く行ってたんだよ、1週間ぐらい、あ、そう、すごい楽しかったですね、僕らがめっちゃおしゃべり下手くそなんで、浅草さん助けてください。今回、今日はゲストがいらしてます、はい、こっちに、いや、今はこの曲流れてるんで、あ、そうなんですか、このマイク、あ、マイク近づけますか、あ、結構近い方が、今回の、ゲストがアタカさんですね、アタカさん、はい、はい、レフラー、レフラーのお友達というか先輩というか、うん、やはりモンパチ、モンパチの、うん、もうスタッフみたいに僕ら勝手に思ったんですけど、ご友人さんお友達ということで今日
急遽遊びに来ていただきました。ありがとうございます。今日1時間よろしくお願いします。僕長いんですよ。でも今あの一般の放送には聞こえてないんですけど、ツイキャスとかも聞こえてる。道リードしてくれる。じゃあブログとかね、これブログにも出てるから。ああ。どれぐらいのお客さん？あ、ブログとかの紹介とかもなんか。あ、全然。僕らのブログ。僕らのブログに出てて、俺がしょっちゅう。ああ。それが全国の人が見てて。高さん。昨日もたけし君の誕生日だって。あ、そうですか。ケーキを送ったんだよ。へえ。そのケーキしたら、それがもうこれ見た人が。お。レプラのブログで見るわけだ。見て、ケーキがすごいいいケーキを買った。レプラ沖縄のブログ。沖縄の。村田さんのブログ。いや、じゃなくて。たぶん、たけしさん。たけさんのブログですか。たけさんも自分のブログやってますね。いつも更新するやつ。そうそうそう。それがほら、ブログを持ってた。あ。聞いていただきましたのが、ハワイアンシックス、マジック。マジック。ただ、名前がハワイだけで選ぶっていう雑に。めっちゃ好きな曲なんだよね。そうそうそう。今からこの CM。CM だね。はい、CM 中なんで。こっちじゃないですか。新島。あ、高橋さん。もう名前で。うん、だから結構ね、高橋さん見たよと。那覇空港で見たいすげえそれすげえたまったからすげえちょっとこの話題も10枚ぐらいやってるエフラのポイントカードもじゃあそろそろ今日10秒前ねはいどうぞブンバラーン夜なんでーすアロハーはいはいはいよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、先ほど聞いていただきましたのが、はいハワイアンシックスでマジック、はい、いやもうハワイっぽくてよかったハワイっぽくて本当によかったハワイっぽくねーわノリだけで選んでしまう失礼しましたはい今日はなんと、はい、今日スペシャルゲスト来ていただいておりますはいはいあたかさんです。イエーイ。あたかですよ。お願いします。よろしくお願いします。はい、どうも。よろしくお願いします。はい。サクッと紹介すると、このあたかさん、僕らいつもお世話になっているレフラーっていう洋服のブランドがありまして、はい、そちらのレフラー仲間であり、はい、なんと、モンパチのモンゴル800のご友人さんってことで、この前、僕ら、そうですね、この紹介していただくって言って、この前、モンパチ、サッシーさんのドラムの、人がやってるテトラポッツっていうねブランドのパーティーに一緒に連れてってもらって、はい、初めましてしてきたんですよ僕ら、はい、ありがとうございましたあの時はめっちゃ楽しかったですね最初めっちゃ緊張してたんですけど、はい、あの時どんどんビール飲んでって最後にはもうハッピーで、うん、優しいですからねあ皆さん優しくて楽しい一日でした、うん、CD も渡せたしね、はい、ありがたいですねあたかさんはなんかそのレフ僕たちあヒューはそのレフラーを着て何年ぐらい、うん、何年かだからそうだ、ね、お店に行ってたのは、うん、中学校ぐらいから行ってたんだけど、うん、この着出したのは高校の終わり頃かなあ結構割と最近ではあるんだけどなんか僕がレフラーこの着るようになったのが僕たちずっとライブで着てるんですけど、うん、ヒューが紹介してくれてそこからだから着始めて3年ぐらい、うん、そうだね大学生ぐらいからずっと俺ら着てるよね、うん、で最近なんかそのレフラーのつながりでこのあたかさん、うんはいね、初めましては、はい、あの 4周年3周年そうだねそうですねジェルトグリッドでこの前の周年イベントでそうですね、初めてお会いした俺はその前からねたけし君とかスタッフからレフラーのスタッフから聞いてて
僕らの、うん、そうありがとうございます。いいバンドがいるんですよみたいな恐れ多い、なんとかこれ沖縄からバンと出さないといけないんよ。そんなこと言ってくれてたんですか。言いましたよ、ね、うん、嬉しいな。最近そのバンドがどんどんこうボンと出てないんでね、沖縄。あ、そうですね、だから、うん、これは出るバンドですよ僕ら頑張らなきゃいけないですね。頑張りますね、うん、本当に。レフラーはもうなんかそのレフラーを着るようになってどん、あ、もともとはね、嫁が探してできた。あ、そうなんですね。が、佐藤さん着るじゃないですか。はいはいはい、佐藤さん、まあ言ったらこんなんじゃないですか。こんなんって言うと声じゃ聞こえない。そうですね。大きく着る感じですもんね。そうですね。大きく着る感じなんで、俺がちょっと体型似てるんでね。シルエットとっても似てますよね。よく後ろから間違えられたりするんでね。それで嫁がこう買ってきて。あ、最初は来てたんですよ。奥さんが買ってきたんですよね。そうそうそう、買ってきたんですよ。かわいいっていうことで。それ大阪、大阪の、だから嫁が最初買って、はい、でネットから買って、でも僕はそれから通うようになって、そっからなんかもう本当しょっちゅう行くようになって、そうっすね、で沖縄に僕は仕事が多いもんで、でもう沖縄レフラーにもしょっちゅう行って、なぜかもう。最近はお客さんの対応までするとお客さん入ってきたら、あ、ブログで見ました、スタッフの人たブログで見ました、あたかさんでしょ、ね、すげえ、那覇空港でこの前見ましたとか、ね、那覇空港で見ましたってすごいなんか、ね、そういうのがあって、確かにレフラー着てるとやっぱなんかあの目を引くデザインというか、その色も結構奇抜な感じだったり、ね、この去年このモンパチフェスのワッターワンダフルワールド行った時、レフラーチームレフラーの人たちももう遠くからでも気づくぐらい、このイケイケ感出てましたね、みんな。今はこのなんかバンドとこのファッションブランドっていうのがこう一緒にコラボってなっているから、はい、すごくね、そうですね、いろんな、まあね、はい、モンパチに限り、はい、あのワニマとか、ね、テンフィットとかそういうのも全部なんかこのブランドと一緒にこう、そうです ね一緒に物販が上がっていくみたいな、はいはい、確かにそうですね。ワッターの時もね、ワニワニのところすごかったですね。あ、すごかったですね。すごい。物販の列、もうすごい行列でしたね、あれ。そうですね。あ、そう。あたかさん、今回今日来ていただいたのが、そうですね。告知がいろいろありまして。告知がちょっとありまして、モンパチの、はい。はい。そうですね。モンゴル800。モンゴル800も僕たち沖縄県民の、沖縄県民の憧れ。知らない人はいない。レペゼン沖縄。レペゼン沖縄の。モンパチが、はい、今年で、あ、来年そうですね、来年で20周年、はい、20周年ということで、はい、はい、ちょっとそれの宣伝も兼ねて、ちょっと告知を兼ねて、はい、もう本人から、はい、来てお願いです、サッシーさんからくれぐれもね告知を任されていただいて来てくれて、はい、ありがとうございます、はい、今日どうしましょう。そうですね、イベントだったり、そうですね、先月発表のシングルだったり、いろいろ告知するのあるんですけど、すね、僕らが下ごいですかね。いやいやいや、あたかさんちょっと大丈夫です。僕はそれ持ってますから先ほどだから CD もちょっと拝見させていただきまして、まだ聞いてないから楽しみ、まだちょっと、ね、その20周年の向けての最初のこの、はい、シングルっていうシングルと4曲入りのね EP を、うん、モンゴル800が出したそうで、はい、11月15日にリリースして、うん、リリースして宝物とい う, う、ね、1週間経ってないね。あ、本当につい最近、つい最近ですよ。あ、僕がハワイにいるときに、はい、あ、そっか、そういうことです。アロハ。あ、本当だ。お前じゃ知らなかったな。知らなかった。俺その頃浮かれてなんか悪趣味なサングラス着て歩いてたから。やばい。すげえ、めっちゃじゃあもう本当にもうリリースされたてのされたてです、ね、シングルを今日流させていた、うん、流しても大丈夫なんですよ、ね。あ、もう全然、もう本人からはもう OK をいただいてるので、僕らも聞くの楽しみ。ピカピカの新曲。はい、ぜひと。はい、うわ、そうですね、まだ、はい、まだ聞いてないからみんなにこのうまく紹介がまだできないんですけどじゃあみんなで一緒に聞いて、もう聞きますか、曲一旦聞いちゃう感じにしますね。そうですね、お願いします。続きましょうか。はい、はい、じゃあそのモンゴル800の新しい EP 宝物4曲入りの宝物から、はい、そのテーマ、なんていうんですか、タイトル曲、うん、リード曲、タイトルリード曲、じゃあ聞いてください。モンゴル800で宝物。はい、今、こっちのネットからは流れてないんですけれども、今流しているのがモンゴル800の新しい、
EP から、うん、そのシングルタイトル曲宝物のシングル、あ、宝物から、宝物、今流してます。はい、そっか、ツイキャスのみんなには聞こえないからね、うん、いいね。で、この後ちょっと喋って、CM に入る感じで。OK、OK。今はこの放送では流れてるんですけど、ツイキャスの方では今聞こえてなくて。あ、そうなの、はい。ちょっと聞いててもいいですよね。僕は初め、この T シャツ着て行ってって言われて、とてもいい T シャツ。最初のシングルの、最初のシングルの、うん、3曲は新曲だよね。8センチってことはちっちゃいやつ、あー、あのチョコレートみたいな形の、うわ懐かしいですね。チョコレート、あ、こんなやつ、板チョコみたいなやつ、うん、懐かしい。一瞬でもあれ一瞬でしたね、あのシングルの形のやつは、うん、3年、4、5年、懐かしい。あれ、今の CD プレイヤーとかで車とかで聞けないですもんね、あれだと。聞けないからね。うん、スーッと入っていかないそうですね。なんか、アダプターみたいなのがあったりとか。そうなんですか、はめる。うん、うん、なるほど。優しい。うん。もう一つこの優しい、懐かしいような感じ。うん、めっちゃいい。とか言うのめっちゃ聞こえてたんだけど、全部聞こえてるんだ。やばい、そういう意識を持ってやっていただきましょう。そうだそうだそうだ、そろそろ上がるよ。これで分かってる。聞いていただきましたのが、モンゴル800で宝物。宝物、優しいね。うん、いい、やっぱりモンパチ感、うわなんかいいな、なんかめっちゃ懐かしい気分になんかあのね、なんかモンゴル800ってなんか俺自分バンドを聞いてない時から、うん、なんバンドとして見てなくいときから、なんていうの、バンドが、まあ、音楽が、そのバンドとか、そのバンドとか、例えばラップとかそういうシンガーとか、うん、なんそういうジャンルもなく、うん、ただの音、なんていうの、一つの音楽として聴いてたときだったから、なんか、なんていうのか、すごいいつ聴いてもモンゴル800は自分の心にいるし、なんかもう生活に、ね、なんか染み込んでるというか、多分沖縄県民、あ、そうですもんね、あたかさん、沖縄県民ではないですけど、そのモンパチはもやっぱ全国でも、うん、それはすごかったよね。そうそう、デビューというか、あの最初のアルバムの時は ね、衝撃っていうのはすごかったよね。僕も、うん、兄ちゃんが僕バンドやってて、ああやってたんですけど、箱上の兄ちゃんで、その兄ちゃんがハイスターとか、はいはいはい、モンパチとか、そのエアジャム世代って言われるバンド、エアジャム世代の兄ちゃんがいて、その CD いっぱいある中でモンパチ聞かされてたわけじゃないんですけど、もう家でずっと流れてましたね。幼稚園ぐらいとか小学校低学年ぐらいの頃かな。確かに俺、うん、俺ちっちゃい頃、うん、だからその聴いてたやつが、うん、ね、ジュディ・マリと、はいはい、クイーンとモンパチだった。渋いな。なぜかずっとそのだから小学校の時だから、多分あのだから送り迎え、だから小学校とかに、うん、あの母さんが、うん、この車で送ってくれたんだけど、その時に流れてたのがだから。もうモンパチか、あのクイーン、うん、俺もそのそう兄ちゃんの送迎するときに僕が車乗ってたら車でずっと流れてるみたいな、そっか、僕らは多分だから土世代には当たらない世代かもしれないですね。でも
あたかさんはその時っておいくつぐらいの時ですか。今からだから20年前でしょ。20年、そうだ、そうなりますね。20年前やったら20代後半。おー、うん、でもすごいバンドが出てきたよねっていう感じはね。音かってこの広まっていったんですか、あのメッセージ。もうメッセージの時は最初顔が出なかったじゃん、はい、あ、ね、顔出してなかった。誰なんだろうっていう、うん、あれ大学生の頃に出したみたいな。大学の時だったね。すげえレジェンドなの。すごい。で200万枚以上ドーンって出たんだね。すごいよね、200万枚、うん、100万枚って言ったら、うん、200万枚ってまず指で数えられないから、ね、当たり前だろお前それ指で数えらんないで、お前指20本しかない確かに何を言ってるのすいません、ちょっと面白いですすいませんいつもこういうこんな感じなんですけどちょっとあたかくさんまで巻き込む感じになっちゃうんですけど、今日は全然大丈夫、よろしくお願いします。すげえ。いやで、うん、こういう感じでじゃあ、こういうあと、30分お送りさせていただきます、うん、一旦じゃあちょっと CM 行きましょうか。はい、はい、一旦 CM で、はいよ、はい、じゃあ CD ありがとうございます。え、僕他の3曲後で聴かなきゃいけないし、うん、これ昔シングルで出して、そうそうそう、喜びの歌はアルバム入ってまして、ね、入ってる入ってる。これ出してこれかな、多分危ない、来年向けてアルバム制作、ね、うん、レコーディングとか入ってる。あ、もうそういうの言っちゃダメですね大丈夫ですかね。あ、それはまだそうですね、これこれで、ねあ、来年終わったっすもんね。来年800台終わった、ね、だからワッターは本当に20周年やから、うん、ゲストもすごいゲストが来るだろうし、ハイスタ来てほしいなとか言って、ハイスタ今度一緒にやるでしょ多分。あ、うん、やっぱちょっと岩手かどっかで、はあ、あれはケンさんと一緒に、あ、ケンさんとやる、来年1月7日か正月明け一発目やそうみたいな、ね、東北の方でやるみたいな、うん、岩手、あの震災の PV とかでも前使ってみまして、うん、大作戦とかで、ね、結構絡んで、前のピーポーピーポーをまだ聞いてなくて、あ、そうなんです、帰ったら予習しないといけない。じゃあ、そろそろ行くよ。はい、はい、アロハマハロ、ブンバの夜なんです。はいはい何その始まり方もう一回やってもらって、聞いてない聞いてない、ちょっと完全に滑ってさいいよいいよいいよ、もう一回やっても滑るよあ、もう一回もう一回やりたいそうなんですけどいや違う違う違う、あ、違うの、あの一回、あ、マジで、うん、アロハマハロブンバの夜なんです。はい、どうやっても変わらんね、うん、はい失礼しました、うん、完全あの浮かれ気分で今言ってる、はい、ハワイ帰りってお前すごい浮かれてるな、ハワイ帰り帰国子女だから、ね、今日はゲストのあたかさんもいるんで、そのハワイのテンション大丈夫ですかね。大丈夫です大丈夫ですか、すいません、全然大丈夫です、はい、僕めっちゃ普段通りなのにゆういちめっちゃテンションハワイいいなぁ、ハワイ。いやいや、もうね、今回のゲストで、あたかさん来ていらっしゃいます。はい。でそれで、あの、今回だから、モンゴル800が、はい、20周年に向けて、ね、来年20周年で、あの、新しい EP、宝物発売されて、この、一応、その、なんていうんですかね、告知、そうですね、はい、その紹介と。紹介を、はいはい、させていただいてます。先ほどの、ね、CD、ちょっと言うの忘れてたんだけど、うん、あの、2003年に、リリースした、うん、8センチシングル、うん、ちっちゃい CD のやつなの、あの懐かしい、あの板チョコみたいな形のやつ、うん、2003年って言ったら俺ら8歳9歳8歳9歳、え、
え、そんな7、8、9、あ、10歳だ。あれまだあれだよ、松井秀喜がいるとき、まだゴジラ、ゴジラがまだ巨人、巨人にいるとき、わからんか、うん、小4のときか、俺ら、うん、その時のシングルの、喜びの歌に収録された3曲、冬の思い出、喜びの歌、ロミオプラス、ロミオジュリエットを、なんか新しく、この最新ミックスで、はい、収録して、リメイクみたいな感じなんですね、取り直したんですかね、うん、はあ、まあ、この20周年に向けての、なんか夢ありも、なんかいいですね、いいな、その昔やってたやつをもう一回撮るっていうの、うん、なんか結構なんかその愛があるっていうか、うんうん、長くやってたからこそできることですね、うん、曲を大切にするというかね、うん、まあ、それと宝物をかけてるみたいな、はあ、あ、うん、あ、すごい、うん、うわ、すごいかっこいいっすね、いいっすね、まあね、あ、大事な曲ということで、大事な曲、大事な曲なんだね、アーティストにした、ね、ジャケットもめっちゃ可愛いんですよ、ね、可愛いピンクの背景で、うそうですね、な、何調っていうんだろう、ね、宝物、このピカソ調、あ、ピカソ調だ、ね、いや、わからんけどピカソわからんけど、すいません、雑な紹介で、ですごい可愛くて、うん、その、あ、で、なんか一応ね、うん、カウントダウンライブは、はい、その20周年に向けて、そう、カウントダウンライブ終わったらその20周年イヤーに突入っていうということですね、すごいスタートダッシュですね、もう最高の、ね、あ、12月31日、はい、モンゴル800主催のカウントダウンイベントもありますので、はい、みんなで遊びに行きましょう、コンベンションであります、はい、コンベンションセンター、そうだ、詳細詳細そうだね、今回詳細ももう解禁されてるんですけど、出演者とかめっちゃ豪華で、うん、そう、まず、あ、紹介します。HY、なんと。HY。かりゆし58。かりゆし 58? 木山商店。やば。粒マスタード足見ました。マジで。マジで。あと、ディアマンテス。やばい。で、最後、ビギン。うー。やばいな。やばいね。あ、俺、アルベルトさん、ハワイ狩りで空港一緒だったよ。あ、それ、昨日昨日。全然話取れるし。アルベルト・シロマさんって言って、ディアマンテスのボーカルさんなんですけど。はいはいはい、わかります。空港、飛行機一緒だったの。一緒、あ、飛行機じゃない、帰りが一緒。俺も一回空港で会ったことある。結構沖縄ね、なんかありがちだからね。そうだね。空港で会ったからね。めっちゃ話取れるんですけどね。いや、もう20周年、おめでとうございます。いや、もう、僕らもね、うん、頑張ってね、そうだね、20年をバンドで迎えるって、今ブンバで 何、はい、何年になるの、僕らってちょっと 変ではないんですけど、まあ、なんか簡単に組んだら、うん、組んだと聞いていったら僕たちはもう7、8年ぐらい経ってるんです、僕らバンドを初めて始めたのが高校1年生の初めで中3の終わりぐらいなんですけど、その時に一緒に組んで、そこからずっとこのバンドをやってきてて、でブンバって名前がついたのがそうだね、あの時高1だから4、5、6、7、8、9年前になるのかな、9年前にこのブンバって名前では活動し始めて、なんですけど僕らこの自分らのその時はエルレガーデンの コピーバンドみたいな感じで、4年ぐらい、そうそうそう、あ、3年ぐらいか、3年ぐらいコピーバンドして、高校1年、2年、3年は高校生だったんで、エルレガーデンとかモンパチも、あ、まあ、そうで、うん、もやってた、琉球アイカーとかやってますよ、ね、いいね、僕ベースだからめっちゃここぞとばかりに頑張って練習したわ、確かに懐かしい、ね、俺も9年って考えると結構長いな、長いよ、まあでもまあ、ね、まあでもそうですね、僕らは自分らの曲で CD を出すとかそういうバンドマン、うん、アーティストとしての活動をするようになったのが、うん、まあここ4年そうですね、高校を卒業して、卒業、僕らが高校3年生の時にゆういちは一人でハワイじゃないよカナダに留学行ったんですよ、それでカナダ留学とあと大学受験勉強の間を入れた2年間ちょっとバンドっていうかライブはしてずにこのスタジオだけ行ってるような感じでやってて、それでね、まあ、落ち着いて、まあ、うん、みんな大学生になってそこからここから頑張っていくぞって言って始めて、今が4年目ぐらい、実質、まあ、4年目ぐらい、始まりはモンゴル800と同じような年ぐらいでね、あ、そうですね、高校生の頃、そうそうそう、高校生の頃から20周年で今37歳ぐらい、ね、あ、そっか、うん、すごいな、うわ、20周年、そうですね、僕らそう、僕らは一応この自分らの曲でやり始めた時からをこのブンバとしてって一応言ってはいるんで、うん、あ、そういうことね、一応今まだ4年目みたいな感じでみんなには言ってるんですけど、この名前使ってからは結構長くなるんで、いつか、あ、そっか、
か、うん、モンパチもそうなんだ。最初はやっぱりコピーとかやったんですよね。モングル800もハイスタンダードとかやってたっていうの聞いたことあるんですか、うん、ブルーハーツとかね。ああ、ブルーハーツです、うん、はあ、すげえ。あ、じゃあ高校生の頃からモンゴル800ってモンゴル800でやってたんですかね。と思うよ。はあ、うん、20周年だからね。あ、そっか、うん、すごい、すげえ、いいね。じゃあ俺らも同じ感じになるんですね。そら、そうですね、9周年。はあ、あ、じゃあ来年、来年で10周年。10周年来年で10周年だ。あ、いや、来年で9周年。9周年、来年で9周年なのか。じゃあ10周年にはワンマンするか。ワンマンね。そうですね、いや、ワッタに、ワッタワンダフルワールドに出れるように、僕たちの10周年までに出れるように、本当に、ね、夢あるわ、それは、うん、夢を、サトシさんに会って、それも言ったしね、そうですね、出たいです、はい、ワッタワンダフルワールドに出たいです、リスナーの皆さん、このツイキャス見てくれてる皆さん、ちょっと僕ら、モンパチフェス出れるように、応援よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。お前のそれ。いやでもね、この、うん、その長い時間かかって、その、うん、なんていうんですか、僕たちこのモンパチを知ったのが多分まだ小学生の頃なのですけど、うん、なんかモンパチとのなんかそのなんていうんですか、この思い出だったり、その初めて見たものとかってどういう、あたかさんのこのモンパチ知り合ったきっかけだったり、なんか聞くようになったきっかけとか、なんか。特に僕は3ピースやっぱり好きやったから、3ピースのバンド形態が好きだったから、だからやっぱりハイスターも好きだったし、その辺でまずあのドンってモンパチが出た時に、いやこのバンドはすごいなっていうところから入ってきて、うん、でまずサトシさんはまあ釣りも僕やるんで、で釣りのこともすごく興味が湧いて、そこからですね。うん、釣りも一緒に行かれたりもするんですよね。うん、釣りとかもね、この前も釣り大会とかやってたし、うん、ああ、うん、そうですね。モンゴル800のサトシさん、ドラムのサトシさんがやってる釣りのブランドでテトラポッツっていうかわいい、そうですね、泊まりにあるんですけどね、はい、釣りウェアというか、うん、もう普通におしゃれな洋服ですよね。そうですね、今日も僕も着てますけど、はい、あたかさん今着てらっしゃるんですけど、はい、キャップもスの人に、あ、ゆういちも今キャップ着てて、ラジオなんていうんですか、はい、ネットには見えてるんですけど、ちょっとはい、ゆういちもテトラポッツの帽子をいただいてかぶっております。ありがとうございます。いやでも本当なんかその昔からそのあたかさんがスリーピース好きとか、今だったらワニマとかもそうですもんね。なんかそれでなんかその昔からずっと音楽が好きだとは思うんですけど、まあ、僕もバンドをやってたんで、ね、やっぱりギターとかやったんで、なんかそのずっと長年音楽やってるこの身からすると、なんかなんていうんですか、うん、今と昔で変わったこととかってありますか？音楽のシーン、音楽ってでも回ってきますよね。あ、確かに、なんかそういうのは、うん、昔の、ね、昔のあれがこうずっと回ってくるっていう、やっぱバンドが流行る、だからモンパチ初めて聞いた時すごくなんか懐かしい、うん、僕らは逆に、だから20代後半で30代ぐらいの時、30になったぐらいの時だったから、すごくなんかいやこのバンド懐かしいなっていう。エアジャムの後ですよね、モンパチは。そうだよね、エアジャム世代から抜けてる、うん、そうなんだ、エアジャム世代ってその前5年くらい前ですよね。そうですね、あ、そう、確か僕たちが生まれた時ぐらいにエアジャムが、あ、僕たちが多分5歳ぐらいの時にエアジャムがやって、 そうですね、その後ハイスタが出てきて、活休したのが2002年ぐらいですよね。そうですよね、だからもうハイスタのところが、うん、一旦ハイスタがその流れが、あ、まあ、一旦動かなくなった時が、うん、の 1,2 年後ぐらいからモンパチが出始めて、ね、だから確かにそうですね、なんかそしたら懐かしい感じに、そう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 、あの時はだから僕はそのモンパチはただのなんていうんですかね、そのバンドとかでは思ってなくて、ただその、うん、曲が面白い CD があるみたいな感じで聴いてたんで、でもなんか最近なんか何回かこう聞き流す、あ、このまた昔の曲聞いたりするとなんかいろいろいろんなルーツが入ってるんだなって初めてこの聞いてなんか思いました。バンドを始めてなんかいろいろね、ちっちゃい頃は何も気にせずに音楽聴いてたもんね、うん、今俺らも音楽始めてこうやってやりながらやってまた改めて聞くとなんか、うん、あ、なんかいろいろ気づけること気づくというか発見が多かったりとか、なんかね、いろんなのあって、ロックはやっぱりこうずっとあって、僕らはなんかもう本当に古くて、うん、もう僕らはロリングストーンズ
に目覚めて、あそこからギターやりだしてみたいなところなんでね。ギターヒーローの時代ですね。そうそうそう、そこからクラッシュとか、あ、ね、その辺からピストルズとか、いや、ね、最高です。その辺からずっと入っていったもので、うん、僕 J-POP っ子だったんで全然わかんないんですよ、すいません。ゆいちゃんでもわかるんで、僕なんかその変に掘り下げる癖があって、だからそのメロコアでハイスターぐらい、ハイスターとかその外国のパンク聞いて、うん、あの一旦ザ・フーまで下ろしたんですよ。あ、フーまでね。だからもうなんか音楽オタクみたいな感じだったんで、なんかいろいろすごいなんかあれでしたね。なんかいろんな曲、このモンパチのいろんなルーツとか感じてすごい楽しいなっていう、ね、だからこう回ってきてるんだよね、音楽はね。確かに。でもいろんなバンドいる中で、なんかモンゴル800って聞いてるとなんか懐かしい感じというか優しい、なんかパーティーみたいな感じというよりはなんか日常で聞くようなすごいなんかとてもなんていうかな、なんかメロディーがね、はい、まあ詞もねすごくね、なんかすごい心地いい感じ、気持ちのいい、はい、スッと入ってくる曲、ね、いいっすね。僕らもいつかなんかそういう個性みたいな感じでね。あ、何なんかあたかさん的には、うん、なんか僕らブンバ、うんのことなんか聞いたと聞いてもらったとは思うんですけど、うん、あめっちゃ片言だけど、ちょっとハワイ帰りだからね。ちょっとよかぶれした。アロハが出そうになって、日本語下手くそなって。いや、なんかそういう感じで、あの、うん、僕たちのことなんかこの曲とか聞いていただいて、うん、なんかどういう風に思ったのか、うん、ああそうか、そういうどういう、あ、なんていうんですかね。いや、ね、最初聞いて、はい、最初だからレフランスタッフから聞いて、あ、すごい若くて勢いあるバンドいるよっていうことで、でもすぐ聞いてで、YouTube もチェックして、フューチャーネバーノーズ、すごいやっぱり若さでこれ勢いあっていいなと、こういうバンドをもう一回沖縄から発信しないとダメだなって、最近出てないな、出てないよね、本当にそうですね、最近本当に出てないよね、みんな頑張ってはいるんですけど、やっぱりそのガツンとまだ上がっていってる組が今いないですね、今はもうみんな、なんていうの、ポップコーンでいう今まだあね、トウモロコシが爆発する寸前の、すごい例え分かりづらいですね。あ、爆発寸前、そうそうそう、だから一応重たい、一応熱いみたいな、本当に、うん、だからそうだね、だからみんなその一緒に僕たち頑張ってるこの重いトランスだったり P-FAMだったり、どっちかがそのドカンって、うん、どっちかが行ければ、うん、誰が行くかみたいな感じで、みんなで若いバンドはいっぱいいる感じで頑張ってます、本当に。いやでもありがたいです、うん、ここぞとばかりに僕らも今、うん、メンバーみんなで頑張って、うん、そうですね、それはもう、はい、ぜひあの僕はもう全力でサポートします。はい、ありがとうございます。、うん、そうだね、俺らもレコーディング今曲作りしてて、僕らもですね、今この少しずつね、またねもう形もちょっとずつ、うん、なんか自分の中ではつかめてきたから、うん、できる限り早くいろんな人にまた聴いてもらえるように頑張っていこうと思います、はい、制作も頑張りますので、はい、頑張ってください、はい、ぜひありがとうございます、頑張っていきます、はい、じゃあその中でね、僕すごいそのオンパチで、うん、好きな曲1曲流したいなと思うんですけれど、うん、はい、で先ほどだから僕たちコピーずっとあのエルレガーデンのコピーバンドをしてたんですけど、1曲だけ、1曲だけオンパチのカバーをしてまして、はい、その曲がそのコピーしてた曲を1曲流したいなと思います。じゃあ、はい、聞いてください、モンゴル800で琉球愛歌。今なんかめっちゃ出してるのがモンゴル800で琉球愛歌。エルレガーデンの曲全部琉球愛歌以外全部エルレなのに1曲だけ琉球愛歌やってた。懐かしいです。僕らも3ピースだったんですよ。あ、そうでしょ、はい、3ピース、ね、2年前まではなんですけど、今ユニット体制になってて3ピースで、高校生の時はボーカルを入れて、ユーチはボーカルじゃなくて、ユーチはギターでやってて、歌めっちゃ下手くそで、はい、まあ言ってくれる。で、だから歌うなって言って、
懐かしい、懐かしい。で、ボーカルが辞めちゃって、それでユーチが歌いたいって、ギターボーカルするって言って、そこから3ピースになって、そうですね、3ピース、そこからずっと続けて、2年前に4人になった。3ピースの時の CD もあるんで。あ、そうだ。うん、私結構。行くわ、行くわ。でもこの曲と、なんかその3人って結構やること少ないじゃないですか、音数が少ないから。で、このモンパチとかベースがっつり使うじゃないですか。だから自分もだから、そのベースをいかに目立たせてリードの音を出すかっていうのをずっと考えてて、 あの時はずっとだから、その比喩に、比喩そんなにベース弾けないのに曲の初めでとか、なんかいろんなベースをめっちゃ目立たせようとして、そういうフレーズを入れたがってて、ユーチューブで琉球薬科やってたのも一応結構ね、俺もフレーズ和音、琉球薬科で最初和音練習して、そこから和音多かったもんね。今でも結構使うから、なかなか今では4人になるから、もう結構ベースは目立てないんだけど、やっぱそのベースが目立つチャンスがあるのが3ピースだし、やっぱりその色、全部の番、全部の音が1個で目立ってるから、すごい3ピースの良さってそれが一番だと思うんですよね。あとはその潔さだったり、潔さ、あ、その、なんだろう、あ、なんか確かに変にそうだ、ね、あの装飾物は何もつけないし、ほとんど裸で戦ってるような感じです。その感じが男らしくて、僕は好きだから3ピースが好きだし、なんかメッセージがスッと入ってくる感じが、この歌詞もいいさ。音はそのドカンって出せないけど、やっぱりその分歌が入ってくるっていう、その3ピースのいいところだし。で、ただあと好きなのはもうベースボーカル。あ、ベースボーカル、ベースボーカル、スリーピースはベースボーカルっていう、うん、そっか、モンパチもハイスタもワニマも、うん、そうですね、みんな、うん、スリーピースのベースボーカル、琉球薬科懐かしいな、うん、沖の神様聞いてた、あ、でも神様聞いてた、うん、あのアルバムが最高です、あのアルバムが本当好きなんですよ。ああ、そう、ああ、神様入ってる、神様のアルバムが、ターコイズとかね、ターコイズ、あれ読み方わかんないけど、ブレックファースト、あとアケボノみたいなの好きだった。あ、ブレックファースト、あとアケボノ、あれもあれめっちゃ、カラオケでめっちゃ歌うあれも好きだった、ノーウォーキングマンスか、あー、曲出てこないな、パッと曲名は出てこない、うわ、なんか歌わないで歌っていいさ、カラオケで歌い、カラオケで歌いたいさ。もうなんかいろんな、こうやってこうなんか20周年とか、なんか昔考えながら聞くとめっちゃなんか懐かしいですね。あ、そうだ。あ、そうだ。曲終わったら話す。東京でも一回やったよね。ああ、懐かしい。やったね。始まったね。あれか。レッチリ？レッチリ？あれ出てきた時も結構、ね、あ、レッチリは確かに。僕はもう生まれた時からいたから、なんていうんですか。あれはその多分センセーション。まあ、分からないんですけど、やっぱり他のバンドとは違うから、やっぱりそのミクスチャーの先走りな、そ、ね、その先の感じじゃないですか。聞いていただきましたのが、モンゴル800で琉球愛歌。はい、いいっすね、やっぱ懐かしい、聞いてもいいっす、本当に、うん、なんか、なんだろうね、さっきのオープニングの時に言ってたんだけど、うん、なんか俺ハワイの人で、うん、ハワイの地元の人と会ったんだけど、うん、なんだろうな、
その全然関係ない、もう本当に白人の人なんだけど、うんうん、その沖縄のチームとかも入ってない人で、うん、偶然その結婚した奥さんの人の、うん、なんだっけ、この家族が沖縄の血が入ってるみたいな感じで、そのルーツをたどりたかったみたいな、うんうん、でそしてだから沖縄にたどり着いたみたいな感じで、なんかそのね、なんか沖縄の愛みたいなやつでいろんなところでも通用するし、なんかそのやっぱ自分もなんか例えばこのカナダに行ってた時にホームシックなって、なんか沖縄帰りたいなとかずっと思ってた時にこれなんか流したりして、なんかすごいなんかだから自分にとってもすごいなんだろう意味のある歌で、うん、すごい好きだなって、だから僕たちもカバーしてしたりしたのもなんか懐かしくて、うん、懐かしい、うん、本当に一番好きな曲ですね。高校生の頃に僕らこのエルレガーデンのカバーをしながら一曲だけ、全部エルレガーデンなのに一曲琉球愛歌って感じでこの最初のベースのこのソロから始まるじゃないですか、はい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 、そこ僕ちょっと僕指短くてこの指短くて指短くちょっとあのフレーズを和音抑えられなくてあの時だけちょっとかがむとか座って弾いたりとかしてたよっていうちょっと恥ずかしい歴史を持ってるんです。ライブハウスでステージでちょっと座って弾いてたんですよ。一応聞いてるあのリスナーの方本当安心してください、あの比喩ぐらい指短くても楽器は弾けます、うん、楽器は弾けますじゃあ本当に比喩は指が短い、うん、いや、まあ、俺より短い人もいるかもしれないからいやそう、リューキアイカもめっちゃ練習したもんね。うん、なんかね思い出の曲だねでも、まあ、しかもこの高校卒業してからも、うん、いつかな 1,2 年ぐらい前に 2,3 年前かも、うん、僕ら東京行った時にもこの沖縄のイベントに出させてもらった時に、あのその時はもう僕ら自分らの曲で活動してたんですけど、その時にリューキアイカやったらもう大盛り上がりでしたね。あやっぱりね僕ら演奏は下手っぴだったんですけどでもそうです、沖縄イベントってことと琉球愛歌っていうのでもめっちゃみんな喜んでくれて、うん、いやすげえなーって、それを僕らの曲でできるようになりたいなって思いましたぜひぜひぜひそうですね、いつか。いやでもいいね、やっぱモンゴル800を話すとやっぱり、うん、いろんな思い出がいろいろ、みんなそれぞれ持ってると思うね、うん、モンゴル800みんな通ってきてる音楽だから、うん、すげえなー。いやー、なんか感傷に浸る回みたいになっちゃいましたほんまね僕らの思い出に付き合わせちゃってます。いやいや全然全然全然本当に今日ありがとうございます。本当に本当に本当にこちらこそ。はあ、うん、やばい、もうあと 10分ないな。あと5分か5分、あと4分しかないな。ちょっと一瞬僕たちの告知していいですかね。あ全然あすみません、はい、ちょっとそうですね、僕たちブンバ、今月ね、はい、ライブが、1本1本1本ですね、1本だけです。1本のみ の一発勝負なんで、うん、11月の26日、はい、11月の26日、はい、詳細僕が持ってるんでじゃあ俺が詳細を話して、はい、はい、11月26日沖国祭ということで沖国ロック部のステージに今度出させていただくんですけど、はい、11月26日日曜日で沖縄国際大学7号館201教室って書いてるんですけど、これめっちゃでっかいところで、会場でっかい、なんか講堂みたいになってるところだよね、うん、すごい、あの、うん、モンパチも一度こっち出たことがあって、うん、この同じところで、うん、旧作さんが元、あ、そう、沖国の出身で、僕も沖国の学生で、うん、学部も一緒だったんですよ、うん、へえ、そうだから旧作さんの話誰か知らないかなみたいなですね、聞いたら清作さんこっちの人だったんでしょみたいな話したら、あ、清作さんいつも喫煙所にいたよみたいなそれレアだな、すごいな、うん、なんか誰もなんかバーン大学にいるときに売れてた、喫煙所にモンパチいるってもやばいな、朝からずっといたらしいんだけど誰も気づかなかったらしいライブすげえ、あんな有名なのに。確かに、でもなんか普通に街歩いてた清作さんいるじゃないですか犬馬、うん、俺見たことない。俺空港で1回あった2回だ電気屋で働いてたらパッて見たら清作さんいて、え普通にこんな人いるんだって全然イベントの告知じゃねえじゃねえ。あ、そうだまあまあね、あの沖国祭っていうのがあってね、沖国祭って言って11月の、ね、25、26に、はい、ありまして、僕たちは26の方に、はい、出演させてもらいます、はい、でね、今回ね一応結構、メンツも厚くて、はい、もういろいろいっぱいいるからちょっと走ると内地から一応スプラッシュ、うん、はい、サンセットボブ、はい、僕らの先輩方ですね、はい、で僕たち、
はい、いろいろもう本当に沖縄であと県内で活動しているバンドもたくさん出ますので、はい、はい、ぜひぜひチェックお願いします。ワンドリンクオーダーで、階段無料なので500円あればそうですね見ることできますので、ジュースを買うと入れるみたいな感じですからね。で沖国ぜひぜひ僕はもう大学こっちサークルにいて、はい、4年ぐらい、ゆいちが出身のサークルのイベントなんですよ、うん、そうそう、だから今回僕は卒業して、うん、で出るんでもう5年目なんですけど、まあ、だから自分にとっても、うん、またいいライブをしたいなっていうのもずっと思いますし、うん、そういう感じでぜひ遊びに来てください。11月の25、26、僕たちは26に、はい、沖縄国際大学の、7号館ってところでやりますので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ちょっと今最後ってことであたかさんも来てくれてて気になったんですけど、うん、このモンパチの今度12月31日のカウントダウンがあるじゃないですか、はい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 、その時も来られるってことですか。来られます、ね、関西から飛んできます、ね、あたかさんもうめっちゃ沖縄来てますよね。もう2週間おきで来てます、ね、すげえマイルすごいですね。すげえマイルめっちゃ溜まってます、ね、マイルもあります。すげえハワイも行けますね。あうわすげえ僕ら関西行った時も遊んでください、ね、全然空港までお迎えに行きます。恐れ多いです空港遠いっすもんね。もうマネージャーのように扱ってください。いや本当に今日はありがとうございます。いありがとうございます。ゲストの浅香浩二さんでした。はい、浅香でした。はい、はい、また呼んでください。はい、ありがとうございます。今日みんなも聞いてくれてありがとうございます。ありがとうございました。でも本当1時間あっという間で、ね、一瞬で終わっちゃうね、うん、またねなんか来週もなんかね、うん、いろいろなんかいい話を。そうだね、来週はその沖国際の次の日になるから。あ、そうなるね、うんうん、その沖国際どうだったかとかもいろいろみんなにご報告させていただきます。はい、うん、今日も聞いてくれてありがとうございます。じゃあはい、はい、僕たちの、フロンティアのアルバムの2曲目の、ドット2を聴きながらお別れという形で、はい、はい、今日は、ありがとうございました。ブンバの夜なんですでした。お送りしましたのがブンバのボーカルゆういち、ベースのヒュートって今日はゲストであたかさんに来ていただきました。はい、あたかでした。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、どうも。ありがとうございます。時間大丈夫ですかね。オーバーですよね、僕。あ、大丈夫ですか。あ、いい感じ、いい感じ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ツイキャスがギリで切れたな。